ガールゾンビハンター。サユリ、サユリ、どこに行ったの？サユリ、私のせいだ。私がもっと早く気づいていたら、サユリは。あなた少し落ち着きなさいな。見苦しい。落ち着く？どうしてサユリがいなくなったのに、どうして落ち着いていられるの？久保田、お前のせいではない。金崎の言う通り、冷静になれ。上条先輩、先輩はマヤヤが心配じゃないんですか？だって幼馴染なんでしょ？いないんですよ。そうだな。ここには秋葉も姫路も二人だったものもない。もしかしたら戦う相手になって今頃そこら辺を歩いているかもしれませんわね。よせ久保田。あら、私何かお気に障ることを申しまして？黙れ金崎。ああ、怖い。久保田、私は姫路に自分の身は自分で守れと言っている。守れなかったのならそれは姫路自身の責任だ。だが姫路は一人ではなかった。秋葉がいる。お前の知っている秋葉さゆりはそう簡単にゾンビになるのか？私の知っている姫路はどうしようもない奴だが、ゾンビなんかよりもしぶとい。久保田、もしいなくなったのがお前で、秋葉が今のお前の立場だったら、リサは絶対生きてると言うんじゃないか？金崎、お前は？私？ふん、歩き回ってもう汗だく。ここも埃っぽいし、シャワーでも浴びますわ。勝手にしろ。ええ、そうさせていただきますわ。ごきげんよう。お熱いご友情ですこと。思慮なき友人ほど危険なものはない。私のためにどんな舞台を整えていただけるのか楽しみに待っておりますわ。さあ行きましょう。さゆり、さゆりは絶対に生きてる。それじゃあ私はこっちを探すね。リロード。リロード。やっ、次から次へと。とりあえず拾っておくね。これもらうね。リロード。リブル。リロード。もらってもいいのかな。リロード。大丈夫、私ならやれる。リロード。やった、うまくいった。どこにいるの、さゆり。やっぱり私、さ
がいなくちゃ。お願いさゆり、戻って。みんなで一緒に脱出しよう。だからお願い、生きて。久保田、もしいなくなったのがお前で、明葉が今のお前の立場だったら、リサは絶対生きている、と言うんじゃないか。リサ、生き抜こう。生きてる。さゆりは絶対に生きてる。まだ探してないところがある。新しい武器かな。ゾンビハンター。さて、上条先輩、先輩はマヤヤが心配じゃないんですか。だって幼なじみなんでしょ。新しい拠点も探さないと。探索ミッションだ、始め撃ち。毒を食らってしまったようだ。
毒を食らってしまだだ。毒を食らってしまったようだ。よし、リロード。ミッションコンプリートだ。あった。上条先輩、久保田か。探す手間が省けた。さゆりとマユリャは？いや、二人は見つかっていない。だけど見ろ。あ、通信機。ああ、だがやはりカードキーがない。探さないとな。先輩は新しい拠点を探してたんですか？二人のことを探さないで。新しい拠点もだ。え、二人が今どういう状態かはわからない。もし怪我をしていたらどこで治療する？ゾンビの群れの中でか？あ、すみません。私はカードキーを探しに行く。じゃあ私も。いや、いい、それは私が探す。そうですか。私じゃ頼りになりませんよね。久保田、お前は金崎にここのことを知らせろ。シャワールームに行くと言っていた。私あの人嫌いです。あ、でも分かりました。知らせてきます。上条先輩、先輩はマヤヤが心配じゃないんですか？久保田。お、いや、なんでもない。よろしく。はい。姫路、ゾンビハンター。
りしましたわ。それにしても上条恵奈美、何なのかしらあいつは。久保田梨沙もさゆりさゆりって秋葉さゆり。そうだね、レイちゃん。レイちゃん?まったく、なれなれしい。好きになれませんわ。なんですの?やあ、はじめまして。わたくし、わたくし、なんなの、なんなのよあなた。だから私はあんたさ。ふざけないで。私は私だけ。金崎玲は私一人ですわ。ああ、そうさ。ほんの少し前まではな。どういうこと？あんたが私を産んだんだ、地下で。思い出したかい？そう、私はあんたの DNA をスキャンして作られたコピーゾンビさ。コピーゾンビ？だとしたらあのコピー機は不良品ですわね。私はあんたみたいにおぞましい姿はしてませんわ。おぞましいか。さすが、わたくし。言うね。だけど、そんなこと言ってられるのも。今のうちさ。あんたの言う通り、金崎玲はこの世に一人。当然じゃありませんの。だからさ。あんた消えてくれよ。お前ら、ジューン。なんですの、汚らわしい。ゲビとゾンビどもが。まあいい、行くぜ。私あんたを倒して、私が金崎玲になるのさ。はあ？なれるものなら、なってごらんなさい。びっくり。楽しませてくださいますわ。まだまだですわ。これでよし。レッサー逃がしませんわ。これでよし。レッサーもう、もう、やっ。これでよし。くらえ。まだまだですわ。ごめんよ、すいません。
それでよし。やさあ、何のこれしき隙ありですわ。これでよし。どうしようもありませんわね。いいものを見つけましたわ。さすが私だ。そう簡単には倒せねえな。金崎先輩、一号館に。金崎先輩が二人。久保田さん、あなたの目は節穴。こんな劣化コピーと絢爛華麗な私を一緒にしないでくださいまし。劣化コピーで、でも。やあ、久保田梨沙か。いるぜ。あんたも上条恵那美も。え、私がいる。そうさ、あたしの仲間だ。それに、あと二人もな。あと二人、それって、まさか。なあ、あたくしよ、あたしは、あんたの欲しいものを持ってんだ。本当は欲しいんだろ、あんたも仲間。おだまり。金崎さん。久保田さん、なんでここにいらしたの？何かご用？新しい拠点が見つかったので知らせに。そう、ご苦労様。行きましょう。はい。